新しい私いろいろ始める仙台いろは。皆さんは県外の方に渡すお土産何を買っていますか？今回は新しく誕生した仙台土産を調査してきます。いいね。やってきたのはエスパル仙台東館2階にある東北めぐり色と色。お土産たくさんあっていつも迷っちゃうんだよな。あれ、かわいいパッケージのこれなんだろう。こちらは先月発売になった牛タンをテーマにしたお土産です。牛タンの新しい仙台土産、牛タンのシリーズ。常温保存ができて手軽に買えるように開発されたんだそう。牛のパッケージがかわいいですね。はい、3つの商品はそれぞれ違うメーカーなんですが、売り場で目立つよう共通のデザインにしました。仙台土産といえば牛タン。県外の友達も喜びそう。牛タンの柔らかジャーキーは甘辛醤油の風味が噛むほどに広がる柔らか食感のジャーキー。牛タンのカレーは熟成牛タンと国産野菜をじっくり煮込んだこだわりのカレー。牛タンのせんべいは香ばしさの中に牛タンの風味をプラスしたカリッと一口サイズのせんべいです。では牛タンのせんべいいただきます。牛タンの風味もしっかり感じられて美味しい。サクッとした食感もいいですね。いいね。お客さんの評判はどうですか？県外の方や海外の方にも人気です。牛タンのお土産シリーズは仙台駅構内2階、お土産どころ仙台3号と3階、お土産どころ仙台各店舗、エスパル仙台東館2階、東北めぐり色と色で購入することができます。詳しくはホームページをチェック。仙台土産の新定番、牛タンのシリーズ、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。